味噌だれです。初めて食べてます。味噌だれって味噌だれも合う。いや普通あのポン酢とかだと初めて、ありがとうございます。なんかうまっ。飲み屋の酢だれからもらう。あー、そこな。もうここお店どれぐらいになるんですかね。もう41年目ぐらいになるんですか。41年、はい、あで終わるんかな。3月で42年目で。あ、42年目、うん、もう 2代目。そうです。あ、2代目、うん、僕が呼び出して、20年目ぐらいですね。なるほど。じゃあちょうど本当にあの県外からのお客さんとかもついでに兵庫県も兵庫県も人口的にもやっぱりこっちが6割7割兵庫県から、はい、まあいつも来てく
連の常連のお客さんはやっぱこっちの皆さんね。久々です、昔ながらで、ありがとうございました。ありがとうございます。なんかいろいろお店、似たお店あるじゃないですか、はい、あれっていうのはもうフランチャイズというか どんな感じなんですか。もう名前を一応フランチャイズはフランチャイズなんですけど、もう自由っていうかね、名前だけ、うちのチェーンはね、あの味噌とかも指定されてあったりするんですか。一応ね、はい、そうだね、あ、はい、麺とか餃子とか、あ、もう全部そのから、あ、でももう緩くなったというかね、もうやめるところが多くなって、昔はもう一つ一つ指定されてたんやけど、今はもう自分で全部やってくれる。ああ、じゃあそのお店それぞれのやっぱ味というか、違うと思いますよ、はい、まあ、1時間待ちとかね、締めようよって、締めちゃってから次々次々入ってくるから、もう気づいたら時計の針がもう自分の朝はもう5時か6時には起きて、次のやるようなんだ、間に合うでしょ。でもその当時僕らはちょうど小学校1年生か2年生くらいで、もうやっぱ先に勝手に寄ったよね、何を食べさせたのか今思ったらね何をいつお風呂入って自分で入ったんだろうか、もう正しい10年くらいだったまた、いやいや、はい、すいません、ごちそうさまでした、はい、ありがとう、はい、はい、また酒井さんから、はい、すいません、ごちそうさまでした、はい、ありがとう、はい、失礼します。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。